今日って朝ごはん食べてきてます？食べてます。食べてます？食べてます。 5.45 です。減ってる。そうなんです。なんかあのさつまいも揚げたらなんか便のよが良くなって、うんうん、たくさんするようになって便たくさんするようになった。減るとかじゃなくて、今日採血多いからね。くねちゃん、ちゃいちゃん、ちゃっとやってくっきーからみよちゃん、ありうちさせてくださいね。くっきー、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 席1回だけ取ってみて。そうか、この体重の動きはですね、3月が今5,450ですよね、はい、3月5,550で100ですよね、はい、さ、これね、2月5,750、はい、1月5,800、まあ、この辺だよね。で、12月は5,700、5,950、11月、10月5,950、9月6,050、8月6,150出るならいいよ。何度？39度です。この機種でですね、4月が6,100、大体月に1回は最大測ってるからね。6月6300、6月11日6200、6月8日6300、あ、去年の4月は5950、あ、去年の2月は少なかったんだ、5600と、まあこんな感じ。5.5から6の間でも545はさすがにない。低い、低い、でも量的にはそこそこ食べてる。30を2回と、この間と一緒。じゃあ30を2回と、さつまいも。さつまいもどれぐらい食べます？何グラムぐらい食べる？さつまいも、うん、今日持ってきたの2倍ぐらい食べる。これの2倍、うん、これ本物のさつまいもじゃないですね。なんか本物のさつまいもじゃないやつね。じゃないの、あのワンちゃんのおやつ用のさつまいもね、はい、はい、8g、これが2回ぐらい。さつまいものじゃあ珍しい、えこういうやつ、なんすかこれ。さつまいものおやつ、ワンちゃん用のやつ、はい、じゃあこれが 8g が2回ぐらいですよね。で、これ食べるようになったらうんちがよく出ます。散歩行ってないんですよね。うんうん、はい、じゃあ顔見してもらいましょうかね。はい、ピーちゃん。オッケー、綺麗な目してる。まあ私目見るとこの白目を見てんだよね。はい、白目が白い。で、目の表面が綺麗で潤ってることね。綺麗で踊ってますよね。が、耳は見よっちゃダメですから、はい、見よってないですね、はい、いいですね。ただこれからの季節この子耳弱いからね。そうですね。お口もいいね、全然匂わない。体重でかな、ちょっと太った方がいいですか。もうこれ以上減らんでほしい。あ、これ、うん、ちょっとぽっちゃいのがさ、もし病気した時になんか強いような気がする。だからもうこれ以上選んでほしいかな。確かに。まあ、調整します。まあでもそんな診断検査でおかしくはないよね。お腹も別に柔らかいもんね。で、何も中にしこりはないもんね。そうなんですよね。か、調子更新でもさ、雑音があるとは言ってもレベルがすごい低いからさ、この子の場合はまだ低いですか、うん、あのひどいの、あの 6段階評価でひどいのを6とするとさ、3ぐらいだからまだ入り口なんですよ、はい、で、咳とかしないですよね。咳しないですね、はい、まあシャンプーカットね、じゃあしますね、朝ごはん食べて。で、あと何ですか、狂犬病を打たなかったね。あ、そうですね、狂犬病を、まあ、近いところでご飯食べて
それだけシャンプーとは別の日にしましょう。ね、ちょっとしんどいから、はい。またそれと別の日にね、はい、朝食べずにさ、午前中に来て夕方まで置いてください。はい、調べましょう一回。身体検査ね。はい、そう、あの人間ドック的な感じで。今忙しいですか？あの病院的には忙しくない。だから、ずらした方がいいですか？何を？あの身体検査とか、5月中だったら大丈夫。ああ、検査。平日だったらいいですよ。はい、大丈夫ですか？うん、大丈夫です。わかりました。ただ、あの夜で何時に食べます？夜は6時か7時の間。うん、じゃあまあ7時、最後おやつやって8時。はい、で8時までになんかハンドフィーディングの全部終わらしといて、はい、そこからあとは水だけね。水はやっといてくださいね。水はあげて。はい、水はあげて、で次の日の朝、もう水だけやって、はい、で連れてきてください。で、その時にサンプリングでうんちとおしっこが取れたら、はい、持ってきてください。朝のやつ。おしっこは、取り終わった後すぐ出るんですけど。あ、じゃあ今日取りましょうか。おしっこだけは今日取りましょう。はい、散歩行ったらすぐ出ます。出ます。あ、じゃあもうおしっこはそれで行きましょう。はい、で、あのうんちはじゃあなるべくフレッシュなやつがいいから、はい、まあここでその時したらそれをもらっちゃいますから。はい、しなかったらその時ね。はい。じゃああのすみません。近日中それは絶食してね。はい。で狂犬病は食べてきてくださいね。ああ。また別で来てもらわなきゃなんだけど。はい。でもとにかくちょっと一回検査かけてみるね。去年も多分今頃かけてない。うん、なんかね、食べてるのに体重が減って気持ち悪いんですよ。食べてる。あれですね、棚の上のものを時々こう食べちゃってたんですよね。うん、あ、以前は。パンとかね。前。一斤まで行かないけども本当に。それでいつの話？でもね、ちょっと前でその6点いくつの時とかは、その頃ね。はい。なるほど。お腹パンパンになってて、夜も寝かしてとかいうのがあったりして。そういうダズラするんだこの子。します。食べるの大好きなので、なんか台2つぐらい乗って食べに行ったらしいんですよね。だから全部しまわないといけないんです。はい。それはじゃあ気をつけていただきまして、はい、この8歳だよね。今度の11月で9歳ですよね。うん、まあパン、まあパン、とにかく脂っこいものを絶対食べんようにしておいてほしいんだよね。お肉とか。お肉。うん、まあ。ジャーキーあげてないですね。あの、鶏肉のささみとかだったらさ、タンパク質でとてもいいんで、あの、もう7歳、8歳過ぎてるから筋肉を落とさんために、例えばドライフード1日今60食べるでしょ。60のうちの 10% から 20%、本当本物のささみをね、以外で。入れてもいいですよ。ささみかお豆腐。だからまあ 10% で 6g。 ほんのちょっとでしょ。胸じゃなくてささみ。ささみ。いや、まあ胸でもいいですよ。あの皮さえ取ったれば。要するに脂肪分の少ないタンパク質、お肉をあげたいんですよ。でもお肉はいいですね。うん、だから少しやあげてもいい。もう7歳、8歳。牛じゃなくてささみの方がいいかな。要は牛とか豚だと脂が多いでしょ。湯がいても、湯がいても、だから油多いの食べて水炎になるとか多いんですよ。だから安心なのはささみかお豆腐で、流質のタンパク質をちょっとだけね、全体の食事の 10% か 20% 量ぐらいまで混ぜてもらってもいい。はい、じゃあ終わってしますね。でもみんな検査あるからごめん、入れられない。はい、じゃあこのままね、お預かりします。